今日はですねこんな感じで、豪雪地帯に来てるんですけれども、ご覧の通りすごい雪なんですよね。今年は結構ね雪が降って、すごいことになってるんですけれども、ただまあ最近結構暖かかったり雨が降ったりでだいぶ雪も溶けてですね、雪崩が起きたりだとか雪が割れていたりだとかね、しているんですけど、今回は、1泊2日でね車中泊をしながらこの辺り一帯の撮影をしていこうかと思います。ここ道路なんですけど、ずっと先に行くと3軒ぐらい集落があってですね、でもその先も行き止まりっていう感じで冬は通れないので車もほとんど通らないので今自由に撮影をしてるんですけれども、まあこっちではですね重い雪がこうのしかかっている、その割れ間からこう植物がねまた顔を出していたりだとか、あとは木の根っこからですねまた新たな植物が生えていて、また春になってね夏に向けてこう木々たちが伸びていくようなね、まあ、そういうところが見れますので、またその雪とかガスとかもね絡んですごく幻想的なので、そういうところをですねちょっとこの辺りでは撮っていこうと思います。ここを撮影したら、行き先特に決めてないんですけれども、移動しながらねあいいなと思うところを普通にね撮影していきたいなというふうに考えております。はあ、すごくね幻想的ですね。という感じでまあ2日間ね楽しんでいこうかなというふうに思います。とりあえずじゃあこちらで撮れる写真はこんな感じです。でちょっとですね歩いてきたらこちらに滝がありますので、この滝を撮影していこうと思います。上からねすごい勢いで、下に向かってね落ちてきていて、まあ、この辺りの岩の感じだとか、あとは雪景色っていうところもね含めてすごく綺麗なので、ちょっとね撮影をしようと思います。数日前だと雪がねあまりなかったかもしれないんですけど、またあの新雪が降ってね少しいい雪化粧しているのですごくね綺麗です。この辺りは本当にね木々たちが立派で、ブナとかがねあるんですけれども、すごくね綺麗ですね。形もちょっと特徴があったりするんですけれども、すごく綺麗です。ちょっとここを撮影したらねもうちょっと森の中とかでねあの鬱蒼とした感じの雰囲気の、撮影もしてみたいなというふうに思いますので、少しね移動してみようかなというふうに思います。で今回はねニコンの2470っていうね、組み合わせで撮影をしていますが、まあ、下から上までね映し込めるのでこの組み合わせでねやっていこうと思います。ということでこちらで撮れる1枚はこんな感じです。
はい、ということでですね、まあ、夕方ですかね、今日もともと午後から撮影していたので、あのあとね、もう日が暮れてしまって暗くなってしまったのでね、もう撮影をねちょっとやめたんですけど、実は言うとね、いきなりまあとはいえ暗くなったのであれっていう感じがしたと思うんですけれども、ね、あの滝の撮影を終えたあたりからなんかこう自分の中でこう集中力っていうかなんかがこうプツンと切れてしまって、でもう何を見てもこう全然感じなくなってしまってですね、でもうシャッターを切れる状態じゃなくなってしまったんで、ちょっともう無理やりこう撮影を続けるのもきついなっていうコンディションでっていうのがあって、もう徐々にね光もどんどん暗くなってくるという感じだったので、もうちょっとねあれ以上撮影をねすることができなくて、もうちょっとね本当は粘りたかったんですけれども、もう今日はちょっとねいまいちなコンディションだなっていう感じで、もう諦めて車に戻ってきたっていう感じですね。で今日はもうこれでご飯を食べて寝て、また明日撮影をしようかなと思うんですけれども、ちょっとロケーションも変えようかなっていうところで、もうすでにね移動してきたんですけれども、ちょっとね明日の朝もどうなるかねわからないんですよね。明日はちょっといい撮影ができればいいなっていうふうに思います。今日はちょっともう遅くなっちゃったんでね、ご飯を食べてゆっくりと休もうと思います。夜にしてはちょっとあんまりふさわしくないご飯ですけど、これです。今日はねうまく焼き加減うまくできたということで、いただいて寝ようと思います。じゃあまた明日おやすみなさい。うん、うまっ。竹看板の木がねあるんですけれども、すごい見事ですね。でその後ろから太陽の光が降り注いでいて、大きなね影ができてるんですよね。さっき撮った時ここまで大きくなかったんですけれども、ちょっと戻ってきたらまたさらに大きくなっていたのでね、ちょっと撮影しようと思うんですけれども、この辺りの雪面って平らじゃないのでちょっとくぼんでいるんですよね。でまたそれによってできる変形が非常に面白かったので、まあ、ちょっとそこをね映していきたいなというふうに思います。まあ、本当に2日間ちょっとね大変なこともねあったんですけれども、まあ結果としてね心地よく撮影ができてね今日はね過ごせているなと思いますので、またこの後もね撮影をちょっと続けてね行こうかなと思うんですけれども、こちらの動画ではこの写真を持って最後にしたいと思います。本当にね綺麗ですね。春というかもう冬ですね冬になっちゃってるんですけど、また数日前の雪で、まあまあもうちょっとしてから春のね撮影というかいう感じになっていくと思うんですけれども、それもまた楽しみにしてやっていきたいなと思います。
ということで、こちらの写真を持って終わろうと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。それではまた。